演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、薩摩すもじというものを使ってミラノで食べたいと思います。どうもこれ かまぼこ屋さんが作ったちらし寿司の素とか書いてありますけど、どうなんバラ寿司の素か酢は入っておりませんので、酢飯は自分で作ってくださいってことなんですね。というわけでちょっと酢を入れてあります。自分は黒酢が好きなので、ちょっと黒っぽい色がもしかしたら出てくるかもしれませんが、その点はご了承いただければと思います。何の許可だよ。なんかもうぐだってないでさっさと食べましょう。あ、もうこれ以上やると。ではいただきます。いろいろな食感をいっぱい楽しめて美味しいよ。お酢も効いてるねって。そっちは食べるところじゃないか。椎茸やごぼうといった素材の食感がしっかり感じられて、ザクッザクッとしていましたね。まあ、あれ、これを言うのって普通のちらし寿司に入ってるのかな。ちらし寿司あまり食べないのでわからないのですが、一度レビューしてみたいですね、他のちらし寿司も。ね、ご飯に混ぜるちょうどいい感じに、ご飯と一緒にほぐれていって、それがうまく浸透していくような、そんな感じでしたね。なのでご飯に混ぜることで満足感も得られますし、おすすめの商品です。和風の味付けが好きな方にはおすすめですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。5はちょっとつけすぎたかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。